向島の空中写真。空中写真撮影当時は蒸気の画像と比較すると拉致が目立つ。この写真は髪型が北北西方角である。1978年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。向島は東京都小笠原村にある無人島。 小笠原諸島の内最北に位置する向島列島の首都である。別名に、ケーター島、平島など、面積2.57平方キロメートル。父島から船で、所要、約2時間。南東約5キロメートルの地点に中立島がある。1881年に移住が始まり二人が入植。1905年の調査では、初根村という集落が存在し、 人口25人を数えていた。牛や羊の放牧と干渉栽培が主な産業であったが、後に砂糖きび栽培と製糖業も行われた。しかし、第一次世界大戦後の砂糖価格暴落に伴い、多くの住民が島を離れ、その後は少数の住民が放牧を営んでいた。1944年の小笠原引上げの際には、 すでにほぼ無人島化していたと言われる。残っていた住民が死亡した後は完全に無人島化した。現在でも開拓者であった岩崎亀五郎の墓が残っている。現在では観光で一社が利用しており、1年に数百人が上陸している。島で最も標高が高いのは大山であり、島の東部に存在する。西部には蔵島山と向島小富士。 続投の小島である無島鳥島が存在する。中部の南側には南浜が存在し、上陸地点になっている。無人島加護は野生化したヤギが増殖していたが、1990年代から駆除が始められ、現在では根絶に成功している。現在では、本来島内に存在しないクマネズミのほかギ銀ネム、竹刺さるい目除が進められており、これらの排除によって、 在来の植物や昆虫の保全と復活を見込んでいる。アホウドリの繁殖地である鳥島は日本有数の活火山であり、繁殖地が破壊される可能性があるため、向島に新たな繁殖地を人為的に設ける計画が2006年から進められている。計画は5年間で、鳥島産まれのアホウドリのヒナを向島に運んで育て、 向島を新たな繁殖地として認識させるもので、同時に成長の模型で島内への誘引と偽物の卵を置くことによって戻った津軽の産卵を促している。5年間で延べ70羽のヒナを移送し、死んだ1羽を除く69羽全てが巣だった。2012年に巣だった14羽のうち6羽には発信機が取り付けられており、追跡調査が行われている。 2011年頃からは人工飼育個体の期間が始まり、その後も徐々に増加し2011年5月時点で、K7 は2012年12月時点では2008年と2009年の2年で旅立った25話のうちの12話が起討した。2012年12月になり、NHK のカメラによって都外が散乱していることが確認されていたが、不可しなかった。 2013年12月13日、2012年に産卵したのと同じつがいが昨年と同じ場所で今年も産卵しているのが確認されたが、不可予定だった2014年1月12日に、山品鳥類研究所の研究員が実地調査したところ、無精卵で腐敗していることが判明した。この年に、向島列島内の中立島で、向島に移送した個体と鳥島の個体のつがいによる、 繁殖が先行して見られている。2015年1月下旬には、すでに置かれている成長の模型に加え、生後30日のヒナを忠実に再現した模型10体が設置された。2016年1月15日、東内北西部でアホードリのヒナが初確認されたことが発表され、向島でのアホードリの繁殖の始まりとなった。このアホードリは二千十二年以来映像していたオスの、 個体で、メスは、野生個体と見られている。ヒナは、順調に育ち5月14日には、巣立ちが確認された。2017年にも、向島では、繁殖が成功し、ヒナが巣立った。2018年も、同様に繁殖と巣立ちが確認され、以前中立ち島で繁殖していた厚貝も、向島で産卵していることも確認された。ありがとうございます。